今日はみんなトイレットタワーディフェンスにアップデートが来ました。結構久々のトイレットタワーディフェンスやねんけど、みんな今日からアップデートはね、一緒にクマくんとやっていきたいなと思います。アップデートが来たって本当かな？アップデート来てるよクマくん。いつもはね、最初に俺がアップデートのやつやって、後でクマくんと遊ぶんやけど、もう今日からはね、もう一緒にやっちゃおうということですよ。一番乗りクマゴロってことかい？そういうこと。ということでクマくん、これがね、新しく来たキャラクターたちやねんけど、何やらクマくん今回コグマ7号が出たらしいよ。コグマイエーガーに似すぎじゃない？確かにこれ前回のコグマイエーガーにそっくりかもしれない。これ扱いたいね。けどクマくん、そんな簡単にね、この子たちは手に入れられません。なんで簡単に手に入れられないんだ？それはですね、クマくん、この左のね、ショップっていうとこ押したらわかるんやけど、ガチャになります、新しい。運任せってこと？そういうこと。でもこれね、2500ジェムで10連引けるみたいだから、クマくん、何本ある？今ジェム5884さ。お、じゃあ20連ずつぐらいする？じゃあ、そしてどっちかが 0.5% のね、この刑事サイエンティストクロックマンが当てれたら、クマくん大勝利ですよ、俺たちの。20連もあれば余裕じゃない？ちなみにクマくん、左下のクラン、俺たち頑張ってもらってるよ、みんなに。どんな感じ、うん、今レベルね、俺5000経験値まで来てるよね。クマくんのところは今レベル1の6710経験値だ。なんでクマくんの方が多いの？クマゴロ大帝国だからね。失礼よ、俺のクランメンバーたちあんまりやってくれてないのかな。結構ね、マックスでいるんやけど、クマくんの方がやってるんだ。僕にはかなわないさ。くっさー、俺のクランメンバーちゃん、もっと頑張ってよ。クマくん、いつか俺たちクラン同士、ノーワン隊とクマゴロ隊で勝負しようじゃないか。ライオンくん。何？クマーミーだ。クマーミー、クマの軍隊ってことね。そう、どっちが最強か、蹴りをつけたいね。面白い。その前にクマくん、ガチャでまずは勝負をしましょう。じゃあショップの、うん、10連、20連買ってください。よし、じゃあクマくん、俺からまずは10連させてもらうよ。見せてみな、君の運を。このみんな 0.5% が引けたらいいから、多分ね、まあ 0.5 は結構引けると思うけどね。いきます。なんかね、マックス8個までしか開けないみたいなんで、俺開けていくね。じゃあ8個で、うん、オープン。さあ来い、みんな高評価で応援よろしく。来い。結構ね、このごちゃごちゃが大きくなれば、お、大きくなれば、お、あー、でもサイエンティスト白いキャラクターはいなさそうだ。でもグラビティガン、なんかかっこいいの来たよ、クマくん。いいなぁ。じゃあ次僕行くよ。来い、神グマ、神グマ、神グマー降臨。お、あー、クマくん全然ダメじゃん。まあまあ、まだまだこんなもんじゃないからね。クマくん、僕が見せてあげよう、神ライオンの力を。降臨。さあ、膨れ上がれ、膨れ上がれ、膨れ上がれ、ポン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 。もうちょっと大きくなってもいいんじゃない？お、ほら、お、あダメか。僕行くよ。来い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 、あ、いでよいでよ、神ゴロ、神クマゴロ、来い。あー、ダメだ。クマくんも全然ダメだ。あとね、俺たち2回ぐらい残ってるから、それも引いちゃう。4回か、これもガンガン引いちゃっていいと思うよ。 OK、 これも最後に4つ引いちゃいます。お、おっ、いいよ。ああ、違うか。ああ、ダメだった。じゃあ最後僕に任せて。あ、これだこれだ、この子だこの子、来い。いー、くそー。おお、中から生まれたのはライオンです。それはよかったよくはないよ、クマくん当ててないじゃん。じゃあちょっとクマくん、俺はね、今からトレーディングプラザに行って、ちょっと価格調査してくるね。うん。あ、クマくん、これ売られてる刑事サイエンティスト。12000か。結構安めだぞ、クマくん。12000なら買っちゃおうか。購入。あれ？誰か買おうとしてる。あ、トレードだ。あー、誰だ。誰かに取られてるんだ、これ。くっさー。あ、クマくん、11K ある。こっち買っちゃおう。よーし。よーし、ゲットしました、クマくん。さすがライオンだ。ということでみんな、今回新キャラたちゲットしたんやけど、アライヘルスって書いてるってことは、これもしかしてコグマくんパワー？またコグマ系が出たってことかな。刑事サイエンティストカメラマン、これやね、この科学者はトイレを捉えるための刑事を作っています。おお、
彼をアップグレードするとケージはより強度の高いトイレに対応できるようになりますと。各ケージに保有できるトイレの強度制限があります。ケージに衝突したケージがトイレがケージの保持できる強度を超えるとケージが損傷しますと。へえ、まあなんか閉じ込める系のユニットなんだ。新しいね、なんか。そしてこの次、グラビティガンカメラマン DPS2 万、まあ普通かな。重力銃カメラマン。このカメラマンは重力銃を使ってトラックに重力銃を撃ちます。デュアルブレードトイレ、なんかよくわかんないけど、この計算式で弱いトイレは 75%、 あー遅くなったりするんだ。へえ、なかなかいいね。そして最後がこれか、スタティックスピーカーマン。これも DPS1 万ちょっと弱いな。上的スピーカーマンでいいんかな、読み方は。このスピーカーマンは初の静電気兵器。へえ、これでトイレを押すと、そのトイレが後ろからの範囲にある他のトイレまで静電気の線が形成され、一つのトイレが通り過ぎる。へえ、なるほど、連鎖ダメージみたいなのがあるんだ、面白い。よ、じゃあ今日はねこの3体使っていこうか。クマくんはどうしようかな。じゃあショップにねもう一個だけ新しいの来てるよね。これコマンダーカメラマン、これもねアライヘルスって書いてるから、もしかしたら小熊7号になるかもしれない。司令官カメラマン、これはねこのカメラマンスキディビ戦場への大勢のカメラマンを率いていきます。通常のカメラマンから初めて大型、これやっぱりそうじゃない、小熊くんパターンじゃない、どんどん進化していってるって感じっしょ。これが軍隊を生成する最初のユニット、これは軍隊を生み出せるのか、もしかして。ちょっと楽しそうだな。よい、じゃあクマくん、あれクマくんどこ。ここだよ。あ、クマくん後ろで何をしてるんだい。これは僕のだこれはクマくん、俺が勝ったから俺のだ。くそー、仕方ないね。その代わりクマくん、なんか今回すごいいい感じのものがあるみたいなんで、これをクマくん送ってあげよう。じゃあこれをまずはコマンダーカメラマンを購入。でね、クマくん前回のアップデートで、クマくんねまだやってないと思うんやけど、新しくねインフルエンサーカメラマンっていうインスタグラマーのカメラマンが出たんですよ。それがね結構お金稼げるんで、クマくんはねそっちを使ってほしいな。今日はいろいろ新キャラを。僕のこといっぱい撮って。よいしょ、クマくん、今回はさらに新しいゴッドリークマくんにあげたから、このボルカニックタイタン、このボルカニックタイタンとこのコマンダーちょっと強そうやしね、コグマくんになるかもしんないよ。でインフルエンサーでクマくんをインスタグラマーにして、またグリーンレーザーとねサンタ、まあちょっとお金足んないかもしんないからね、これでやっていこう。最強のチームだね。まあ、俺はねこの新キャラたち3体をこれを使っていこうかな。じゃあ今日は、さあくまくん、じゃあ行くよ。今回後ろにねなんか新しく新ステージがあったみたいな、そっち行こう。僕に任せてくれ。これこれ、あ、久しぶりのエッグアイランドじゃん。これ結構前にやった面白かったステージ、これじゃあ今日はクリアしていこう。懐かしいね。新しいキャラクターたち使ってクリアできるように、高評価とチャンネル登録で応援よろしく。よろしく。よし、じゃあくまくん行くよ。スタートするよ。てい、行くぜ。よーじゃあクマくん始まりましたよ。まあまずは俺はサンタでもこうかな。もう置いてるよ。クマくんあとね100円あったら、これねインフルエンサー確か100円あったから置けるよ、インフルエンサーカメラマン。いでよインフルエンサークマゴロー。おおクマくん、これファーム系だからもっとこちら辺に置いた方が。そうか、間違えた。クマくん、クマくん、でもこの子インスタグラムで今カメラ撮ってるよ、クマくんのこと。いやこの子が前線で自撮りしたいって言うからねよし、じゃあクマくんどんどんお金ほら入れていくからね。まずはちょっとファーム系をねどんどんレベルアップさせてください。クマくん、じゃあちょっとグリーンレーザーを先にこの真ん中らへんに、あ、じゃあクマくんまた対岸系にしようか。あー、そうだね。この海を越えて左側はクマくんの地帯です。俺は右側です。グリーンレーザー召喚。どうよ、ちょっと大きくしてくれてもいいけど、お金貯まったらクマくんどんどんいい感じにこの子たちレベル上げてよ。任せて、僕はもう一人前だからね。どうよ、この子たちは双子だからね。クマくん、これ俺の陣地よ。え、あ、忘れてた、これ全部邪魔。クマくん許して。クマくん、俺の陣地を侵食、クマ帝国の侵食か、これは。大丈夫、こっちは守るから。インフルエンサーアップグレード。どう、あ、自撮り棒持ってるよ。そうっしょ、インフルエンサーですからね、みんな。しかも2台持ちですよこの子どんだけ自分が好きなんだいや、お仕事ですからこれが。よし、じゃあクマくん、俺もこの新キャラスタティックスピーカーマン出してみようかな。ちょっとね弱そうないんやけど、あ、でも結構範囲広いね。じゃあクマ帝国を守れるようにこの真ん中ら辺にしてあげよう。おお、かっこいい。なんだこれは、マグマみたいな鬼みたいな格好をしている。このライオン帝国にふさわしいね君。てい、あ、ちょ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 、ライオンこの子熱すぎるよ。
くまく触れたらいけませんよ。僕の精鋭部隊ですから、この子たちは。さらにレベルアップ、これもレベルどんどん上げていこう。ライオンくん、グリーンレーザーと君のこのマグマクマゴロすごく強いね。そうでしょ、マグマクマゴロじゃない、クマ、マグマライオンだ。しっかり聞こえてたようだ。やばい、これでも敵結構強いな。グリーンレーザーもう一体出すかい。ちょっと二人目召喚。グリーンレーザーでも同じとこ置いちゃったらね、やばいよ、クマくんやられちゃうよこれ。早くどんどん、はい、スキップした、どんどん強くしてグリーンレーザー。アップグレードー。やばいよクマくん、全然耐えれないかも。ちょっともう一体、もう一体いけ。もうダメだ、遅いよクマくん。えもう一体出したってダメだ。はい、守って、クマくんダメだ。何してんの、クマくんが守ってよこっち側は。ちょっと気を抜きすぎた。よしクマくん、じゃあもう一回頑張っていくけど、あっち置いてよクマくん。もうこっち俺の陣地だから、あっち置いて。いつもの癖でこっち置いちゃうんだ。おーすごいクマくん、これ本当だ、連鎖ダメージしてる。戦闘の敵からほら後ろに向かってガーってほらダメージが蓄積されていってるよ。どういうことだこのレーザーの角度。うわ強いクマ、これすごい連鎖ダメージだ、これ強いね、めちゃめちゃいいかも。でもこれ強い敵にはちょっとダメージあんま与えれないか。すごいね、連鎖でピアスティングみたいになってるね。ライオンくん、僕も新キャラ置いてみるよ。コマダクマゴロ召喚。うおー、あれ反対向いてる。あれクマくん何してんの、この子何してくれるんかな。わからない。待ってクマくん、誰か来てる後ろから。え誰、あコグマくんが、これコグマくんの軍隊じゃない。ライオンくん、成人クマゴロだこれは。どういうこと、大人クマゴロってことさ。大人クマゴロが2人で歩いてきたよ。あ消えた、あほらどんどん後ろから出てる。これあれだ、やっぱコグマくんバージョン7じゃないこれ。そういうこと、驚いてるようだね君。驚くだろこれ、2人ついでに歩いてきたら。早速アップグレードしとくよ。アップグレード、ほら見てライオン、弾丸を体に巻きつけました。お、コマンダーっぽいね、なんか戦争に行きますみたいな顔してるよ。決意を固めた顔してるよ。ほらライオン見て、新たな小熊くんさこれが。待機してる、何これ、とんでもない。これなんか待機してない、でもあれなんか動き出してないよクマくん。いやまだ早いんだよ、ほらね。あ動き出した、この子たちの攻撃見といて。いけコグマエクスクルーシブ。来たやられた。大丈夫ライオンくん、今回のコグマくんはアップグレードするたびに超強くなるから。でもなんか攻撃方法が体当たりだったよ。じゃあクマくん、俺はこの新しい刑事サイエンティスト使ってみよう。ここら辺に置いてみようか。ポチ刑事、お、なんか檻が生成されたぞクマくん。説明欄には閉じ込めれるって書いてたよね。え、もしかして敵キャラを閉じ込めれるのか。あんなでっかいやつ、いやこれ多分大きさによって変わるって言ってたから、多分もう一個できる。あ、いっぱい出してくれるの。ケージは、あケージ破壊されちゃう、やっぱこれ閉じ込めれないんだ、大きいから。じゃあちょっともうちょっと俺上げてみるよ。これでレベルアップ、これで、おお大きいケージになりました。ライオンくん、僕は今撮影に忙しいんだ。なんだ撮影とは。チーズパシャ、どう、インフルエンサークマゴロですから。これがインスタグラマークマゴロの力か。君にはまだ早いかもね。くっさ、俺はでも争いを頑張らないといけないね。クマくん遊んでる暇ないよ。小熊くんがちょっと弱い気がするな、なんか何の能力もないし。アップグレードしたっちゃうよ、アップグレード。ほらライオン、弾丸を2つ目巻きました。グリーンレ、あれクマくんスルーされてるよ君。ほらこれなんかすれ違ったけど。戦えよ。これ上空飛ぶとダメなんだ。やばいクマくん全然これちょっとやばいよ。あーよしよし、倒した。ちょっと俺もケージカメラマンレベルアップ、これでちょっと、おーこれはすごいケージだ。これ閉じ込めれるんじゃないこの子たち。さあ入りなさい君たち。閉じ込めるって、ああれ閉じ込めれない、閉じ込め、あ飛ばされちゃうよクマくん。まったく、僕がじゃあ守るよ。よしじゃあクマくん、ちょっと俺ちょっと強い、これグラビティガンちょっと出していこう。召喚、これで、おお、グラビティボールみたいなのできてる。あ、めっちゃ遅くなってる気がする。あ、グラビティガン強い、ほら 75% も足遅くするから、めっちゃ足遅い。え、めっちゃ遅いんやけど、これやばい。グラビティこんな遅いの、めちゃくちゃゆっくりやねんけど、やばすぎる。あれクマゴロどこ行った。クマゴロ放棄してない。あー滝は気持ちいいな。何の音、滝こっちか。クマくん、あれいないぞ。ライオンも来てみな、海の方だよ。
海？滝？あ、こっちの下にも滝が。あ、くまくん、何してんの？気持ちいいんだ。あー、気持ちいい。確かに涼しいな。もうずっとここにいたらいいんじゃない？確かに。でもくまくん、俺たちのライオンの国とクマの国が脅かされてんですよ、今。あー、ダメだ。危ない危ない、忘れてたよ。ライオンくん、インフルエンサーちゃんアップグレードしようかな。アップグレードマックスレベル。おー、すごいよ。カメラ3台持ちになったよ。すごい、これスマホ2個持ってるよ。指の関節引きちぎれるんじゃない？これボストイレとかならこのケージ入れるんじゃない？さあ閉じ込めてくれ、みんなを閉じ込めろ。えい、あれ消えちゃった。これとかやったら閉じ込めれる？あ、閉じ込めてくれない。やっぱみんな倒れ、あ、閉じ込めた。ああ、一瞬して閉じ込めたぞ今。小熊くん、アップグレード。両サイドになんか光ってるカメラついてるよ。あら、攻撃。この子も攻撃するんだ、強い。なんか来てる、瀕死の小熊くんが。瀕死じゃないよ。じゃあこのスタティックカメラマン、これもマックセブンしちゃう。オッケー、これでかなり強くなったよ。おー、撃ってますね。いいね、すごいかっこいいねこの子。じゃあ俺もこのグラビティをマックスレベル O にしたいけど、いけるかな。まだ無理か。マックスレベル、あ、まだ無理だ。でもグラビティ強い、どんどんアップグレードできるし、範囲めっちゃ広いぞグラビティ。あ、てかグラビティのここから範囲が増えていくんだ。なるほどね、これを規定に重力波みたいなの思い出されるんだ。これ強くない？ほらめっちゃ足遅いんやけど、クマックやばい。これライオンの岸辺で全部倒しちゃうんじゃない？これやばすぎる、マジで。これ遅すぎる、すごすぎる。やば、遅っ、めっちゃ止まるもん。これはやばい、これめちゃめちゃ強いぞ。もしかしてクマくん何もやってないな。もうクマくんのところに閉じ込めるようなケージでも置いていこうかな。やめてくれ。ここら辺に設置ポチ。おい、ライオン、なんてことするんだ。さらにレベルアップ。おー、すごいケージだ。なんかコグマくん止まってるよ、クマくん。これあ、ここは、小熊くん捕獲完了。なんてことするんだ。素晴らしい力だ。これが小熊くん刑事か。出してあげてくれよ。え、これもう出なくなっちゃったの？え、これ完全に、なんか、でも、あれやんね。もうこれ逃げれないと思うけど。敵と味方の区別ついてないよ、この子。クマくん？あ、待って、クマくんをゲットした、もしかして。どうしてくれ。クマくん確保。うわ、何も見えない、外が見えないよ。いやだ、出してくれ。クマくんダメだよ、もう動けないんだから。君はここでずっとね。暗いよ。クマくん、さらにこの子をレベルアップして最強の檻にしてあげよう。レベルアップ。お、出た。お、来た、抜かれた。クマくん、あれ、おかしい。よかった、なんで出れるんだ。ライオンくん、僕は甘く見すぎじゃないか。俺か、ここに蜂蜜置いてるよ、俺は。ここら辺に。どこ？あれ？どこだ？確かに蜂蜜のような匂いがするね。あ、来た！よーし、クマくん。出してくれ！蜂蜜に釣られたみたいだね。さあ、ライオンくん、さあ、僕が捕獲されるなんて。コグマくんとクマくんの檻が完成しました、これで。これすごいよ、でもほら。もう完全にこれ閉じ込めてる。クマくん生きてる。狭い、狭いよライオン。あ、でも敵が来ちゃった。敵が、あ、敵が来ちゃう。やめて、クマくん。あーやー、くっさー。ライオンくん、僕を甘く見すぎじゃないか。これでも本当は敵を閉じ込めれるよね、これ。おそらく。じゃあちょっとこっちもケージ上げちゃおこう。オッケー、これでマックスレベル。こっちもマックスレベルやんね、これ。オッケーオッケーオッケー。ライオンくん、僕もコグマくんアップグレードしようかな。コグマくんアップグレードーマックスレベル。これあれじゃない、なんか映画館の映写機ってやつじゃない？ちょっと待って、やばい、クマくんめちゃくちゃ手待ってるやけど、こっち。やばい、グラビティのせいでちょっとグラビティレベルアップしとこう。オッケーオッケーオッケー。ライドン、ライドン。ライドンって誰？落ち着いて、行くよ。僕には必殺ボルケーノクマゴラー。おお、でかい。あーだ、ボルケーノ、ボルケーノ。これなんだ、エルプトウィズラバー押してみよう。ピ、あ、エラプションしょこれ。あ、なんか、ね、今押した、うん、なんか噴火みたいなできないけど、ちょっと能力、あれ、なんか全員倒れてる。噴火能力か、これが。それもね、よく分かってないよね。ライオンくん、君に僕の攻撃は見えないようだ。あまりにも、あまりにも早すぎてね。これから君が僕についてこれるか、そういう勝負になってくる。クマくん、さっきまで君は閉じ込められてたことを覚えてるのかい？
もう一度閉じ込めてあげようか。くっそー、貼られちゃうか。あ、待って、やばい、ダンスしてたらやばい、待って、やばい、閉じ込められた。ライオンくん、くっそー、人にやったことは自分に戻ってくるんだ。出してくまくん、全く見えないよ。お前ダンスしてただけなのに。俺はライオンくん、いや、あ、いいこと考えた。ここでカメラ撮っとこう。ほらライオンくん、インスタグラマーと写真撮ってます。くっさー、見せ物じゃないのに。俺はライオンくん、僕の気持ちが分かった。分かったから出してください。出してほしい。うん、時が過ぎたらね。ちょっと、わかった。俺は必殺技スキップ。これ敵を大量に呼び寄せる。なに、くっそー。さあ敵よ、僕を解放するためにこっちに来るんだ。やばいね、くそ、ボルケーノ強めよ。ボルケーノアップグレード。お、どんどん攻撃の幅広がっていってるよ。何も見えないよ、この中からじゃ何も見えないんだ。ライオンくん、僕からすごく見えてるよ。くっそ、悪魔くんがいた。よし、ここでちょっと踊ってみよう。踊ると何か異変が起きるかもしれない。わあ、なんだ、痛い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 、悪魔くん。狭そうだ。出してみんな。敵は来てないのか。インスタンバイ。いい写真が撮れてる。ボール系のタイタン、さらにアップグレード。おお、すごい。めちゃくちゃでかい溶岩出てきたよ。ほら、ライオン見て。あ、見えないか。くっさー、やばい、めっちゃ来てる。くっ、やばいな、ちょっとボルケーノクマゴロ、さらにアップレベルマックスレベル、どうだ。敵よ、よし、こっちで開けてくれ。敵、敵よ、こっちだ、こっち。その逃走来るよ。いいね、いいね。けっくそ、ダズラダズラ、よし、開けてください。倒せ、ライオン、ダズラお願い、開けて。あ、よし、もうちょっと。ライオンが回収される、ライオンが回収される。回収して、早く早く、もうちょっとなのに。なんでダメだ、ライオン出すな。早く開けてよ、みんな。よし、開いた、開いた、よし。クワゴロ、よくやってくれたね、君。いやー、ごめんなさい。僕は許さないよ、クマゴロ。僕はクマじゃなくて野菜です。クマくん、野菜なら食べてあげよう。ハムハムハム。あー、痛いよー。敵がとんでもなく攻めてきてるよ、クマくん。やばい。え、これオートスキップなってない？オートスキップなってます。しかも60、あ、やばい。最終ウェブまで来てる。敵が来てるよ、クマくん。よしよし、この子が最高レベルの敵やけど。敵が来てるけど、やばいよ、クマくん。どんどん出して。俺もちょっと、スタティスティックカメラマン、これしか俺強いキャラクターいないから、この子を出したいんやけど、ちょっと寝ちゃうんよね。オッケー、岩石効果発揮します。あれ？エラプションなんかできないね。 No target in range。 あ、このエリアの中にいないとできないんだ。多分ね、近くにいないと発動しないみたいな。でも発動してもね、どういうダメージか分かんないよね。早くそれケージ閉じ込めて。閉じ込めてるよ、みんな。おお、一気に倒した。おお、すごい。あ、エラプション効果だ。すごい、今めっちゃダメージ入ってたよ。さあ敵はもう、あとでっかい敵いた。この子閉じ込めれない？ケージに、ケージ閉じ込めて。それ、あ、ダメだ、このやっぱボスは閉じ込めれないんだ。でめっちゃ遅いよ、グラビティが遅すぎてやばい。これ頼む、お願い、閉じ込めて、その中に。いや無理か、さすがに閉じ込めれないかな。ライオン君、何、君と僕のコグマくん、ドクロついてるよ。あ、それね、2分間死んでしまってるんですよ。やばすぎる。敵の能力でスタンとかじゃなく、あのね、もうなんかドクロマークみたいなつけれるんよね。あ、でもほら倒せるよ、クマくん。ほら、ラスボス、本当？いっけー、いけー、まあ、でも最後は火山の中で燃えるんじゃないか、この子。突っ込みました、火山の中に。ボルケーノ、ボルケーノ、よーし、クリアー、し、完璧じゃないか、クマくん。圧勝ってやつだね。圧勝です。一回も負けなかった。一回も負けてません。そういうこと。よし、ということでクマくん、今日は新キャラ、グラビティマジ強かったね。めっちゃ足遅くなってたよ。最強だった、グリーンレーザーの強化版って感じだったね。で、ケージサイエンティストでクマくんは僕を閉じ込めてきました。君も僕を閉じ込めてきました。でもこれ面白いね、なんか閉じ込めれるの面白いよ。そうだね。ということでね、この動画楽しんでくれたり、またクマくんとねトイレターシリーズやってほしいと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしく。よろしく。ってことで、また明日、バイバーイ。バイバーイ。ボルケーノ、ボルケーノ、ボルケーノ、ボルケーノ。